スタートしました。11頭ほぼ揃った飛び出しになりました。外からジュリアが出ていきます。ジュリアが先手を取りました。内からセイントセーリングが押し上げていきます。その後は春山彦、春山彦は3番手を進んで天正ボス、その外につけました。ダンディキングと並んでいます。後ろにサイレントエクセル、オリエントボスが並んでいきました。内からはマンジュデン神戸、エアウィードとサンシャインヘイロが後方から3投目2投目を並んで、最後方から2番の祭りダブロックが進んでいます。まもなく1周目の4コーナーのカーブです。先団3頭が固まりました。わずかに11番のジュリア、1馬身ぐらいのリードを取っています。スタンド前に入ります。2番手には3番セイントセーリング、3歳馬、その後ろはダンディキング、内からマンジュデン神戸、4番手に上がっていきます。春山彦はその後ろ、中段に天正ボスがポジションを取っています。サイレントエクセルは天正ボスを見る形、あとはサンシャインヘイドオリエントボス、内からエアーウィード、離れて最後方から2番のマツリダブロックが進んでいます。第1コーナーを回りました。1コーナー回ってジュリア1馬身のリードを取っています。残り 1000m 通過しています。3番セイントセーリングが2番手、3番手マンジュデン神戸、ランディキング4番手、向こう上面に入っていきます。春山彦はその後ろ、今天正ボス春山彦に並んでいきました。あと1馬身半後方からはエアーウィード3へ、サイレントエクセル、サイレントエクセルの外から上がっていく12番のサンシャインヘイロ、あと3馬身後方には10番オリエントボス、最後方から2番の祭りダブロックが徐々に差を詰めます。600を通過、向こう上面、これから3コーナーに向かっていきます。ジュリアがちょっと苦しくなりました。外から動いていった天正ボス、天正ボスが前に上がっていきます。内からはセイントセーリング、手が徐々に動いて、あとはマンジュデン神戸、この2頭の間、春山彦、サンシャインヘイロが続いていきます。ここまで固まりました。あとはエアウィード、サイレントエクセル、4コーナーのカーブ、これから直線コースに行きます。さあ先頭6番の天正ボスか、天正ボスが先頭に立って4コーナーから直線に入りました。セイントセーリング粘っている、春山彦追い込んできた、外からは12番のサンシャインヘイロ、あるいは追い込んでくるのはサイレントエクセルですが、先頭は7番の天正ボス、2馬身のリード突き放した。12番サンシャインヘイロが2番手です。天正ボスゴールイン、桐花賞制覇、7番の天正ボス小林騎手。